はい、清水三目です。これはですね、杉ですね、杉の、まあ、あのやっぱり切り株のところですね、切り株の部分の、なかなかね、こういうちょっとこう二股に見える部分なんですけど、この、 あの根っこの切り株の、 あのここはちょっとこう入り皮というか、こう、こう山が2つぐっとあって、こっちがこう落とし込んで落ち込んだ部分ですね。そしてまたこういうふうに、あのデコボコデコボコみたいな、山と谷がこう根っこの部分でね、こう入り組んだところの一部分がこう、あのちょっとね、あの股のような感じにね、ここだけちょっとこういうふうになってるんですけど、ここがまた面白い、ね、仕上がりになってて、ここもそうですね、ほとんどね皮は少しだけ残ってる感じで、すごくね、ここ塗装した時はね、どういうふうになるか楽しみですね。この辺の小口の方はもうこのまま、もうね、なかなかこういうちょっとねワイルドな感じで、切り落とされたね残りになってますけど、こんな感じで、ね、仕上げてます。ここもそうですね、この辺がねみんなパテになってますね。この辺もだいたいこのパテのあたりもね、まあ、ここもそうですけど、まあ、塗った時にね、どういう風な感じにね仕上がるのかチェックしてもらえればいいかなと思います。長さが1220、そしてこっちのこの末口の方の狭いところが670ですね。で、真ん中のところで70cm700 あります。そしてまあここもちょっとね含めてますけど、ここからこの一番この株の張った一番広いところが880ですね。そういう風な感じの幅になります。そして厚みが43ミリですね、 4.3 センチです。小ぶりなと言いながらも、あの幅はね、まあ、そこそこあって、形もね結構ダイナミックな感じでですね、なんかこうね、今からちょっとオイルを塗るのは楽しみですね。はい、じゃあオイルの方ね、植物油の方今から塗っていきます。はい、じゃあお願いします。木浦の方から行きます。木浦もね、なかなかすごい感じになってて、ほぼそのままですね。この辺少しね、ちょっとボソボソなりそうなとこだけね、この辺とかね、ちょっとパテで平らにはなってないですけど、少しあのボサボサのところを止めたという感じですね。はい、こんな風な木浦になってます。サンダー仕上げでね仕上げてます。 それでもこの入り組んだあたりの木がなかなか面白いですね。やっぱりこう木がね、やっぱりこう成長する中で、なんていうのかな、やっぱりこうね、いろんなこの歴史の部分がこうなんかここにこう凝縮された感じですよね。もうこういう木が細かくね、やっぱりこうね動いてるのがやっぱこういったところにね結構現れますもんね。この辺は本当にただ見てるだけでもなんか面白いなと思いますね。清浦の方は以上です。はい、清面の方ですね。清面はあのいつものね、杉の仕上げにはね、まずうちの方でよくやってるうずくり仕上げですね。ブラッシングで、表面ね、凹凸をつけて、ブラッシングして仕上げてます。そんなにね、目摘みのいい木ではないんですよね。だけどやっぱりこの切り株の部分の、まあ、こういうところがあったり、まあ、いろんなこの部分がある木なので、やっぱりこの全体的な表情ってすごい面白いですね。これも今ね塗って初めて 木がねぐーっとこう出てきましたけど、やっぱりなかなか存在感ある、ね、板になってきましたね。これもね、枝の部分ですかね。結構ね、枝の部分だけど、なんかもうちょっとこう腐れ気味な感じなんですけど、一応ちゃんとね、実は残ってるんですけど、
なんていうんですよ、ちょっとこうふかふかな感じが少ししますけど、でもそういうところもね、なんかあの塗るとね渋く今上がってます。この辺いいですね。この辺はすごく、面白い木です。やっぱりあの吸い込みはねすごい、あの杉はねかなり吸い込んで、今ねこの塗るのも結構1回でグッとこう染み込んでいかない感じで、何回もね、この小手刷毛をこすりつけてね、あの小口の方ね今オイルをこう染み込ませてる感じでやってますけど、耳の部分ね、皮剥いただけの状態になってますね。すごくいい感じで、ここはちょっとあのグラインダーで削ってる部分ですね。もうすぐね見ると分かりますよね、少し木がね出始めてるので。はい、やっぱりこの根っこのね、切り株の部分ですけど、赤みがすごく幅があってね、白田側も両サイドね、ほんの少し、何センチでしょうね、6センチ、5、6センチっていうところでしょうかね、まあ、ここで広いところで10センチ、ね、12センチぐらいでしょうか、そしてまたね、5、6センチっていう感じで、赤みがやっぱりすごくね、多い木ですね。そして赤みの中のこの表情がね、またすごく面白いので、赤みの中に、このまたこの中あの白田のちょっとこうね白田っぽいところが少しこう入ってるとか、本当になんか昔でいうとこの本当のこう原平木というかね、それに近いのかなと。やっぱりそのね、原平木がね出てくるのは本当にこう根木のこう白田とね赤みがこう入り混じったような形が、やっぱりこう凹凸が激しいね、部分がねやっぱり出てきやすいと思うので、まあ、それこれもねそれに近いのかなと思います。本当にこう見ててねすごい面白いですね。はい、なかなか面白い、杉のね板になりましたね。広さもねそこそこあるし、まあ、やっぱりこういう形の面白いところがあるので、まあ、パソコンデスクもちろんねすごくいいと思いますし、まあ、ダイニングテーブル、まあそうですね、ここの部分をねどういうふうに考えるかでねちょっと決まってきますけど、やっぱりこの杉のね一枚板をすごくこう楽しんでねもらえるような、使い方だとねすごく、この板もね生きるんじゃないかなと思います。はい、このね埋めたところもまずまずねいいですよね、違和感なくねいい感じに仕上がったと思います。はい、秋田のね、杉の切り株の部分ですね、なかなか面白いね板になりました。ご視聴ありがとうございます。